吉井さん、鍵山会長ですか私ね何度か会ったことがあってお話聞くことがあったんですよね凡事、まあ、徹底っていう言葉そのものはあの書籍から頂い,いたんですけども鍵山会長は広島にもよくいらっしゃってあの暴走族に、えー、公衆トイレの掃除をねさせることによって公正に導いたというねそんな偉業を成し遂げて日本をきれいにする会の会長でもあるそうですよね凡事徹底ね。 凡事徹底を別の言葉で言うと、まあ、あの、バカの一つ覚えですね。これなんですよ。小りこうな人、賢い人っていうのは、効率を考えて、かえって効率を悪くする。つまり、自分が頭がいいことに酔いしれて、ウサギと亀のウサギをやっちゃうんですよね。ということで、空手バカ一代の大山桝立という名前が出てくるわけなんですけどね。まあ、大山桝立先生はこういうふうに言っております。総裁はこういうふうに言っております。人は俺をバカだバカだとバカにするが、 伊達にバカになったわけではない。その分、空手にぶち込んでやるということらしいんですよ。つまりは、空手に一点集中した結果、空手以外のことは分からない。だから、ビジネスもよく分からないし、プロモーションもよく分からないし、えとにかく、道着を着て、目の前にある敵をぶちのめすことには一流なんだけども、リングを降りたら、本当にどこの誰か分かんないよう、ね、な人だということなんですよ。鍵山会長も同じで 壇上に立って話し始めなければねまさかイエローハットの会長だなんて誰も思わないそうなんですよちょっとした笑い話があってそれはイエローハットの本社に行った人の話なんですよそこ歩いてるおじいちゃんも見かけて「おじいちゃん社長室どっち?」って言うだけなんですよで「ああ向こうですよ」って言われてね「ありがとう」みたいな感じでスタスタ行くんですよねで「ああでもないこうでもない」って探して「はい社長室に着きましたいませんって」 少々お待ちください」って言われて待たされて入ってきたのが鍵山会長だったというね <laughs> あれさっきの <laughs> みたいなねうん本当にね私も感じたんですけども鍵山会長にお会いする時にいつ来たのかわからないんですよというのが他の人はね偉そうに見えるんですよでも鍵山会長は偉そうに見えない本当に、に何でこのおじいちゃん紛れ込んだのみたいな感じだったんですけどもいやでもね中身なんですよね で掃除をずっとし続けてここまで上り詰めたということらしいんですよ思議ですよねビジネスよりも掃除をしたらビジネスを極めてしまうというねまあでも頭がいい人が浮かばえないなんて例はたくさんありますからそう考えたらなんかね思うところありますねええあの大山桝立総裁はあの空手バカ一代という漫画やそれからね テレビドラマにもなりましたけども、そういうのをどんどんモデルになってるわけですけども、私の好きな名言はね、力なき正義は無能なり、正義なき力はまた無能なりってやつなんですよ。で、これはもともと、いいだ悪いだを口では言っていても、それを実行するだけの力がなければ、それは意味がないんだよってこと。もしくは、力はあるんだけども、それがいい悪いに基づかずに、自分の利己的な損得に依存したものだと、 それれはそれで世の中を壊してししまうそして世の中を壊す人は世の中から淘汰されてしまうというよなねそういった原理を語ってるんですよねでそれが商売の原理自分よし相手よし社会よしにもつながるわけなんですけどもうんやっぱりねいろいろと意味深いものがあって空手を極めた人がね結局はビジネスを極めた人よりも大金持ちになり世界中に自分の支部があるつまり視点があるわけですよねどんななチェーン店の社長でもでもきないことを 枯手をやっているだけの人ができちゃう,っていう、ね、だから吉純さん頭がいい人って頭がいい人同士の戦いをしてるんですよねでもそうじゃない人っていうのはそうじゃないルートを通って、まあ、ビジネスを成り立たせるから、まあ、だからやっていけるんじゃないですかね。うん、か必ずしも同じレースをする必要はなくてそれぞれのゴールがあるってことなんじゃないかなと思いますね。